この方法を身につけると、何をしなくても引き寄せまくる最高のあなたになれます。人生の底辺を経験した後、引き寄せの法則に再挑戦しました。オーソドックスな言霊を使う方法ですが、199式アファメーションを実践。なぜだかわからないけれど、お金が入ってくるという言葉を繰り返し唱えていました。毎月、銀行に50万円とか100万円とか入ってくる、って適当な金額を口にしていたんです。すると驚いたことに、すぐに50万円が入金、そして3ヶ月後の今、なんと200万円も舞い込んできたんです。これは給与とは別の、予想外の収入源からでした。私も最近、お金を引き寄せたいと思うようになって、やってみたらかなりあっさり金銭的な引き寄せに成功しました。あらゆる方面からお金が流れ込んでくる、と信じて日々を過ごしていたら、なんと50万円ほどの臨時収入が発生したんです。その心構えを続けていたら、今月もまた50万円近くの予期せぬ収入が、会社から臨時ボーナスが支給されたんですよ。月の前半しか経っていないので、これからもどんどん引き寄せていきたいですね。このまま勢いに乗って、マイホームまで引き寄せられる予感がしています。引き寄せのつもりが、いつの間にか執着に変わってしまうことがよくあります。お金がない、仕事がない、愛がないといった思考は、まさに執着の表れです。実際、すでに豊かな人々はお金持ちになりたいとは願いません。なぜなら、すでに十分な財産があるからです。重要なのは、対象の有無にかかわらず、自分が幸せであることに気づくことです。どちらでもいいという中立的な心境に至ると、エネルギーはゼロに近づきます。そうすることで、ゼロポイントフィールドとのつながりが強まるのです。結果として、執着することなく、本質的な願望が自然と引き寄せられるようになります。もともと、引き寄せの概念を知らなかった頃から、こうなったらいいなという妄想を楽しむのが大好きでした。生まれつきポジティブな性格で妄想していると、もしかしたら本当に実現するかも、というワクワク感が半端なかったんです。昔から男の子、女の子、男の子の3人の子供が欲しいなと思い描いていたら、今まさにその通りになりました。結婚した当初は夫の収入が少なく、マイホームなんて夢のまた夢でしたが、絶対に広い家と立派なキッチンが欲しいと強く願っていたら、夫が転職して年収が倍以上に跳ね上がり、その夢も叶ったんです。さらに、そろそろ働き始めたいな、家の近くに理想的な職場があればいいのに、と考えていたら、まるで魔法のように希望通りの会社の求人を見つけ、あっという間に仕事が決まりました。引き寄せの法則を知った今、振り返ってみると、自然と引き寄せを実践していたのかもしれないと気づきました。引き寄せを成功させたいなら、バカになれ。現実なんて無視。という心境で引き寄せに成功している人がいるんです。そこで私も、現実、知らないよ、そんなの。という気分で妄想を楽しんでいたら、驚くべきことが起こりました。諦めかけていた片思いの相手から突然連絡が来たんです。嬉しさのあまり舞い上がってしまいました。バカになれっていうのは、まさにその通りですね。実は私も、そのメソッドで願いが叶った経験があるんです。当時は引き寄せの法則なんて知りませんでしたが、彼氏の浮気で心がボロボロになった私を支えてくれる心の拠り所が欲しかったんだと思います。振り返ってみると、私の行動はバカどころか、もはや狂気の沙汰だったかもしれません。心が病んでいたんでしょうね。想像上の彼氏と脳内でデートを楽しんだりしていました。でも、不思議なことに、そのおかげで理想の彼氏と出会い、
すぐに結婚までこぎつけることができたんです。もともとの動機が現実逃避だったので、まさに現実なんて知らないよという状態だったんでしょう。周りから見たら完全に狂っていると思われただろうけど、本人は楽しくてしょうがなかったんです。周囲が引くほど没頭すれば、どんな願いでも叶うような気がします。お金持ちのところにお金が集まるって本当によくありますよね。断捨離をしていて気づいたんですが、テンションが上がらないのにもったいないからって着なきゃいけないという考えで持っている服が多かったんです。こんな態度でいるといい波動は出せないですよね。買い取りに出しても数円しか値段がつかないものや、安物買いの銭失いで生きてきた自分。でも貧乏くさいのはもうごめんだわ。モデルルームのような素敵な家で、専業主婦として好きな習い事を楽しみ、優しい旦那様と心穏やかに暮らしたいって思ったら、それまでの考え方と矛盾していることに気づいたんです。このスレを読んで、断捨離の方法や考え方を見直してみました。自分のテンションを上げてくれるもの、自分の価値を高めてくれるものだけを残すことにしたら、驚くほど楽しくなってきました。執着は手放します。今までありがとうって感じで、質のいいものを少しずつでいいんです。幸せよ、こっちへおいで、私のところに来れば幸せになれるよって感じです。気づいたら今の私はすでに幸せなんです。私には一度生死の境をさまようような体験がありました。そこから学んだのは、理不尽にも自分の意思とは無関係に命が失われることがあるということ。だからこそ最後の瞬間に自分自身を肯定できるようでありたい、後悔のない人生を送りたい、そう強く思うようになり、理想の自分像についてノートに書き出しました。そしてできる限りそれを実践に移しました。例えば、困っている人を見かけたら声をかける、家族を大切にする、たくさん稼いだらその幸せを苦しんでいる誰かと分かち合いたい、人のいいところや変化に気づいたら相手の性格を考慮せずに率直に褒める、などです。これらは私にとってかなりの勇気が必要なことでしたが、実際にやってみると意外とできるものだと気づきました。また留学時代に友人からいつも、あなたはどうしたい、どう思うと聞かれ、答えを求められる場面が多くありました。そこで自分の考えや欲求を全く理解していなかったことに気づいたんです。映画を見たらすぐに感想をブログに書いたり、知人に伝えたり、気に入った漫画にはすぐにレビューを投稿するようにしました。朝起きたら、今日は何を食べたいかな、どんな髪型をしてどんなメイクをしてみたいかな、それともノーメイクでゆっくり過ごしたいかな、と何でも自分に問いかけるようにしています。ネガティブなニュースは避けるべきかもしれませんが、ニュースを見て自分はどう感じるか、どう考えるかを自問自答します。そして他の人と意見を交換したりもします。そしてきちんと選挙に行ったり、変えたいと思う社会問題にも目を向けるようになりました。引き寄せの方法は人それぞれで、すべてのアプローチが正しいと私は考えています。だからこそ、みんながここで様々な方法を聞いて試してみても、うまくいったりいかなかったりするんです。それぞれに合った正解があるんです。引き寄せの方法が間違っていたとか、思いが足りなかったからではないと思います。生まれた環境も人それぞれ違いますからね。自分の意思とは関係なく、生まれた時から厳しい環境に置かれている人もいます。人生には様々な出来事があるものだと受け止め、自分の人生を大切に扱ってほしいです。無視せずに、しっかりと向き合ってください。あくまでも私個人の考えですが、せっかく肉体を持って人間として生まれてきたのですから、
与えられた現実の中で幸せに生きていきたいです。人生を思う存分に楽しみ、過去の悲しみをなかったことにするのではなく、それを乗り越えていきたいです。私も多くの願いを叶えてきました。努力して得たもの、努力とは関係なく降ってきた幸せなど、様々な経験をしてきました。みんなで人生を楽しみましょう。辛かった日々は自分のために心から悲しみ、自分を慰めてあげましょう。自分自身を知ることで目の前の世界が変わり始めます。自分を知りたいという好奇心を持って生きていけば、きっと本当の自分が望んでいることが見えてくるはずです。一年強の間に突然状況が激変しすぎて、時々現実感がなくなります。今でも、あれ、なんで私がここにいるんだろう、みたいな感覚になることがあります。まるで夢を見ているような不思議な感覚です。なぜこんなに広くて美しい家に住み、優しすぎるほどの旦那がいて、すべての家電が音声一つで動き、それなのにお金はどんどん溜まっていくのか、不思議でなりません。逆に言えば、なぜつい最近まであんなに狭くて古い家で一人ぼっちで、干した洗濯物の山にうずもれるような生活をしていたんだろう、と思います。当時、引き寄せの本で、気づいたら私、いつの間にこんな素敵な環境にいるの?みたいな体験談を読んで、なんだそれ、記憶喪失じゃん、と半信半疑だったんですが、まさか自分がそんな体験をするとは思いもしませんでした。本当だったんですね。臨時収入などでお金が突然ポンと手に入った体験談はよく耳にしますが、恋愛に関する体験談をお持ちの方はいらっしゃいますか？例えば、友達がいない、または少なくて紹介してくれる人もいない、職場に恋愛対象となる性別、年齢の人がいない、趣味や習い事でつながりのある人もいないような状況で、突如としてパートナーになる相手が現れたというようなエピソードがあれば、ぜひ聞かせていただきたいです。婚活などではなく、自然な形で出会いたいとずっと願っていました。しかし、アラフォーで40歳が目前に迫っていたこともあり、焦りも感じていました。そんな中、突然のように年下の彼と知り合い、去年の夏から交際が始まったんです。こんなことも起こりうるんだなと自分でも驚きました。飲み会でも合コンでも紹介でもありません。まさに突然、運命的な出会いが訪れたんです。今年中に結婚の予定です。半年前には婚活パーティーに3回参加し、複数の婚活アプリにも登録していましたが、全く相手にされず、恋愛も結婚も諦めかけていた矢先の出来事でした。よく執着すると叶わないと言われますが、何に執着するかが重要だと私は考えています。彼氏が欲しい、結婚したいという願望に執着すると、実現までに時間がかかったり困難を伴うかもしれません。しかし、素敵な人との出会いや素晴らしい関係を築けていることに幸せを感じ、その喜びを楽しむ自分に執着することは、むしろいいことだと思います。アラフォーの私にも恋愛や結婚の予定ができたのですから、皆さんにも絶対に叶うはずです。潜在意識に願いを委ねて、信じることが大切ですね。私は無職の引きこもりでしたが、玄関を開けたら突然、運命の相手が現れたんです。玄関先で声がしたので出てみると、小さな女の子が立っていて、飼っていた猫ちゃんが家から逃げ出してしまって、もしかしたらこの家の庭に来ていないか探してもいいですか、と涙ながらに説明してくれました。その最中に後ろから一人の男性が現れたんです。その子の親戚の方で、一緒に近所を探していたそうです。3人で庭を隅々まで探しましたが、
残念ながら猫ちゃんは見つかりませんでした。その時、もし見かけたら連絡してほしいと携帯番号を渡されたので、少しでも力になれればと思い、私も自分の番号を教えました。その後、猫ちゃんは無事に別の場所で発見できたと連絡をもらい、それがきっかけでいろいろなことがあって、最終的に付き合うことになったんです。平日の昼間、すっぴんで部屋着姿でくつろいでいた時の出来事でした。まさに引き寄せの神秘を実感した瞬間でしたね。そういえば、私のいとこが40代半ばで驚くような相手と結婚したんです。手に職を持ち自立していて、結婚願望は全然なく、ほとんど恋愛経験がないような感じだったのですが、仕事関係で知り合った某芸能人から猛烈なアプローチを受けて、トントン拍子で話が進んだんです。その芸能人もいとこと同じ40代でしたが、いとこがまさに理想のタイプだったらしいんです。そしていとこにとってもその相手は若い頃から思い描いていた理想の人だったんです。少女漫画が大好きなロマンチストで、周りからはよく現実を見なさいと諭されていたんですが、結果的に完璧な理想の人を引き寄せることができたんです。芸能人や有名人の中にも潜在意識や引き寄せに通じるような話があるので、いくつか集めてみました。菊池風磨さん、これはアイドル雑誌に掲載されていた話なんですが、毎日自分をラッキーの塊だと思い込んでいて、デビューも高校も大学も望み通りのものを手に入れられたそうです。思い描いたことは全て実現していると語っています。食べたいと思ったものがその日のうちに何度も目の前に現れるんだとか。潜在意識という言葉は使っていませんが、根拠のない自信が幸運を引き寄せているのかもしれないと話しています。漫画家の庵野もよこさん、ある店のかりんとうが食べたくて、かりんとうが部屋の中を行進しているイメージを楽しんでいたら、なんと旦那さんがその店のかりんとうを持ち帰ってきてびっくりしたという体験を書いていました。イメージは現実化するのかもしれないとも綴っていたので、潜在意識の概念も理解しているのかもしれませんね。東京都知事の小池百合子さん、自身はグリコの万歳ポーズを意識しているそうです。そうすることで多少困難なことがあっても最終的にはうまくいくと語っています。 YouTuber ヒカキンさん、彼の昔のブログには毎日欠かさず近所のお地蔵様にお祈りしているという記述がありました。その祈りの内容は明かされていませんが、おそらく感謝の気持ちや成功への願いなどを込めているのではないでしょうか。女優の石田ゆり子さん、今に集中して瞬間を生きることは永遠と同じだと語っています。瞬間を生きていると脳が疲れないそうです。ピコ太郎こと小坂大魔王さん、十数年前にテレビ番組マネーの虎に出演した際、音楽とお笑いの融合で世界を驚かせたいといった趣旨の発言をしていました。 TPAP の大ヒットはまさにその言葉通りの実現でしたし、偶然ジャスティン・ビーバーにツイートされて世界的ブレイクを果たしたのはまさに引き寄せそのものと言えますよね。へえ、小池百合子さんのグリコポーズの話はまさに絶妙なイメージング法ですね。私も自分なりにグリコの万歳ポーズをイメージしてみようと思います。貴重な情報をありがとうございます。ちなみに最近の私のお気に入りの自己暗示は、私は強く美しく天才であるです。これがかなり効果的で、自分の中で何かが変わった気がします。自分に自信が持てない人は、私は強く美しく天才であるって心の中で叫んでみて。今日ついにルンバを引き寄せることができました。ずっと新居に引っ越したら、1階の掃除はルンバにお任せするんだと言い続けていたんです。そしたら今日旦那から連絡が入って、なんと懸賞でルンバが当たったって。絶対必要だから買わなきゃと思っていたのに、こんな形で手に入るなんて。
スペックは最新型ではないけれど、私には十分すぎるくらいです。2ヶ月後の引っ越しにぴったり間に合いました。お金が入ってくるというアファメーションを唱え続けていたからかもしれません。嬉しくてたまりません。引き寄せが成功するまでの過程で、予兆としてシンクロニシティが起こると言われています。シンクロニシティとは、心理学者のカール・グスタフ・ユングが提唱した概念です。例えば、虫の知らせのような現象で、因果関係のない2つの出来事が、類似性と近接性を持って起こることを指します。ユングはこれを、非因果的連環の原理と名付けました。シンクロニシティの例としては、連絡しようと思っていたら、相手から先に連絡が来る。気になっていた問題のヒントが、偶然開いた本のページに書かれている。なんとなく予感がする。ある人のことを考えていたら、街で偶然出会う。離れ離れに暮らす双子の人生が、驚くほど似通っている。ふと時計を見ると、いつも同じ時刻を指しているなどがあります。心や精神、魂といった人間を動かす内なる力に大きな変化が訪れるとき、信じられないような偶然の一致が現れるのだと言われています。つまり、現代科学では説明しきれない、まるで超常現象のような奇跡を肯定したわけです。もっとも、心理学が学術界で厳密な意味での科学として認められているかどうかは議論の余地がありますが、偶然と片付けるには頻度が高すぎるため、ユングはこれを意味ある偶然、シンクロニシティと定義しました。シンクロニシティが起きたということは、そこに何らかの意味があるということであり、どのような目的があって起きたのかを考えることが重要だとされています。スピリチュアルや精神世界の分野では、シンクロニシティが頻繁に起こる時期は引き寄せも起こりやすいと言われています。ふと思った、たまたまそうした、なぜかそう感じたといった、論理的に説明がつかない直感は宇宙からのメッセージだと考えられており、自分の波動を高めることで様々なタイミングが良くなり、シンクロニシティがより頻繁に起こるようになると言われています。休日前夜は世界がバラ色に見えるような不思議な感覚に包まれます。すべてが輝いて見え、周りの人々も優しく感じられ、自分自身も優しい気持ちになれる。そしてこの上ない幸せに包まれ、食事も一層美味しく感じられ、ネット配信の番組も普段以上に楽しめるんです。こういった経験を通して、自分の心の持ち方一つで現実は劇的に変わるんだと実感し、引き寄せの真理を肌で感じることができました。おっしゃる通りですね。実際には何も変わっていないのに、自分の心の状態一つで幸せを感じたり、逆に最悪だと投げやりになったりすることがありますよね。私自身、美しくなりたいという願望があって、アファメーションを唱えたり、なると宣言したり、自分を褒めてみたり、ノートに理想の姿を書き出したりと、いろいろな方法を試してみました。でも、なかなか現実化せず、自信を持てないまま過ごしていました。そんな時、美容の引き寄せに成功した人のアドバイスを目にしたんです。とにかくテンションが上がるような好きなことをして過ごすことが、美を引き寄せる秘訣です、という内容で。まさに目から鱗が落ちる思いでした。そこで、ネイルを始めたり、松エクをしたり、断捨離に取り組んだり、ヘアカラーを変えてみたりと、やってみたかったことや興味のあることを次々と試してみました。すると徐々に、私、綺麗になったわ、という自信が芽生えてきたんです。最近では外出するたびに視線を感じたり、男性から声をかけられる機会が増えてきました。以前は人の目を過剰に気にして、ちょっとしたことでも被害妄想的に落ち込むことが多かったのですが、最近では他人の反応をそれほど気にしなくなってきました。男性にモテるとか、
他人の評価といった外部の基準ではなく、何があっても私は美しいと心から思えるようになってきています。自己愛の大切さを知らなかった頃から確かに願いは叶っていました。でも自己愛を実践することでさらに素晴らしい人生を送れるようになると確信しています。自分のことが嫌いだとますます自分が嫌いになるような出来事を引き寄せてしまう傾向があります。逆に自分を好きになろうと努力するとどんどん自分が好きになるような素敵な出来事が引き寄せられるんです。自分が嫌いだった頃はなかなか幸せを引き寄せることができず、その結果ますます自己嫌悪に陥っていました。振り返ってみると無意識のうちに自分をさらに嫌いになるような方向に進んでしまっていたんだと思います。わざわざ自分を傷つける人に合わせていたのも今考えると自分を痛めつける行為だったんですよね。だから私にはまず自己愛が必要不可欠だったんです。自己愛を実践してみるといいことしか起こらないんですよ。これは私個人の見解ですが、今感じている感情、どんな感情であれ、それを味わい尽くす、味わい切り、受けやめることの大切さが、やっと感覚的に理解できました。ネガティブな感情を味わい切ると、自然とポジティブな方向へ切り替わり、心のブロックも解消されるんです。以前は、ネガティブな感情が湧いてくると嫌だからすぐに切り替えようとして、感情に蓋をして逃げていました。そのせいで、ブロックは解消されるどころかむしろ強化され、同じような嫌な出来事を何度も経験し、現実が全く変わらなかったんです。最初のうちは、ネガティブな感情を味わうなんて、いつまで続ければいいの?とか全くわからないし、できないし、何度も挫折して引き寄せ自体が嫌になってしまいました。でも、コツコツと試行錯誤を重ねて、ようやく自分なりのやり方を見つけられました。この方法を身につけると、いわゆるスーパーモード、つまり何をしてもしなくてもうまくいく状態になれる頻度が格段に増えます。そして、雪だるま式に様々なことが自分好みの世界に変わっていくんです。自分自身が現実を作り出しているという実感が湧いてきます。本当は、引き寄せに難しいテクニックは必要ありません。楽しむことが何より大切なんです。ただ、私は考えすぎててもっと理解したいという気持ちが強く、疑い深い性格だったので、ずっと引き寄せがうまくいかない、引き寄せ難民状態でした。でも、自分なりのやり方を見つけられたからこそ、ようやく腑に落ちたんです。遠回りしすぎた感はありますが、これからは気楽に楽しめそうです。書いておいてなんですが、本当に引き寄せに難しいことは必要ありません。気楽に楽しくやるのが一番大切なんです。少し変わった引き寄せの話をさせてください。私は学生時代、吹奏楽部で楽器を演奏していたんです。その時、楽器を吹く前に必ずその音をイメージするようにとアドバイスをもらいました。そうすると音が似てくるからと。そこで特別なことは何もせず、ただひたすらイメージしながら演奏を続けていたら、驚いたことに音が似てくるどころか、ほぼ同じ音色になったんです。まるでイメージがそのまま現実になったかのようでした。その経験から、人間は想像できることなら具現化できるんじゃないかと思うようになりました。しかも、多くの人が知らず知らずのうちに、日常的にイメージを現実化させているんじゃないでしょうか。例えば、頭の中で魚の煮付けが食べたいなと思ったら、実際に作って食べたりしますよね。これもイメージの現実化です。ただ、その対象が魚の煮付けではなく、お金や夢、理想の姿といった別のものであっても、本質的には同じことなんです。つまり、引き寄せは決して難しいものではないんだと実感しています。
この考えが納得できてからは、本当にいいことばかりが起こるようになりました。自分の努力ではどうにもならないことも、どんどんと好転していて最高の日々が続いています。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。